そして、もう左側もちょっとドア奥はめちゃいましょう。両開きのね、ドア枠はめて、ドアも設置して、で、壁も、壁が、大丈夫か？あ、大丈夫か？ OK。大丈夫ですね。もう壁ぴったしですね、もうそれ。壁そっち側ぴったしですね。完璧に収まってるな。で、階段も戻してあげましょう。いいですね。はい。そしたら、今ね、下に収納ボックス台を設置したので、今度は、この上ですね。で、ここのね、収納ボックス台が1段下の段にね、設置してあるので、ちょうどいい高さにこう天井がね、ここに来て、で、このスペースに、まあ今から僕は先ほど作って、もう見てもらったと思うんですけど、まあ、収納ボックスを置いて、その上にまた、食料保存庫を置くんですけど、まあ別にね、ここ、収納ボックス、食料保存庫じゃなくても、収納ボックスでもいいんですよ。収納ボックス、収納ボックスでもいいんですけど、まあ、今回は、ちょっとよりね、こう、おしゃれに見せるために、複雑に見せるために、この真ん中を収納ボックスにして、その上を食料保存庫にしたいと思います。なので、ここから、収納ボックスを構えて、ちょっと上目かな？下目でもいいかな。まあ上目でいきましょう。上目で一人称にして、いいですね。で、アクセスしやすいようにちょっと前目、この辺いいですね。で、ここかな。はい、ここですね、ちょうど。もうちょっとそれ左に行けたら、なんかちょっとこのこことこのラインとこのドアのラインとちょっとずれてるので気になりますよね。いや、気になりますよねって言ったけど、多分僕しか気になってないと思うんですよ、それ。そんなに気にするとこじゃないと思うんですけど。無理じゃないか？どちらにせよ。無理ですね。ちなみにそれは何に干渉してる？多分この壁、石の壁ですね。ということはですよ、こういう時に使えるのが、どうしようかな。こうして、多分ですけど、これで、綺麗に置けるんじゃないかな。いいですね。そう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 。そう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 。いいですね。大丈夫？ちょいと、もうちょい左。こうカットして、もう。こんなとこいいし、このさんが調整するところとか見せなくていいんですよ。すいませんね、お見苦しいところをお見せしちゃって、本当に。いや、見せよう。こういうとこ見せよう。いや、こういうのが気になる人もいるかもしれないでしょ？これぐらい、どう？そんなんで、でもね、多分ね、この今だけですよ、気にするのなんて。使うときそんないちいち、ちょっとなんかそこずれてるなとかさ、絶対誰も見ないですからね。完璧完璧、うん。おい、もうなんかもう、あんま細かすぎてもね、ちょっとイライラさせちゃうかもしれない、ので、視聴者さんをね。はい。これで収納ボックスを置いて、で、また天井を置いて、で、そこのね、スペースに食料保存庫を置いていくんですけど、またね、その食料保存庫のあるところを、扉を、両開きのドア枠をね、置きたいので、天井を置きます。ここにね。で、先ほどと同じように、一旦、こちら側、ちょっと、違う。壁でやるか。こう設置しといて、こう、OK。で、この状態で天井を壊して、で、そうだ。で、これもね、先ほど説明したんですけど、これ収納ボックスと食料保存庫っていうのは
実は食料保存庫の方が、アイテムボックスとしては優秀っていうね、48個入るので、こっちはね収納ボックスは45個なんですよ。ただ、食料保存庫は48個も入るので、実は食料保存庫の方がアイテム収納としては、優秀っていうね、話を先ほども知ってました。そうだから案外、序盤でアイテムを入れるものは収納ボックスよりも、食料保存庫の方がいいというね、はい、というか何だったらですよ、この、まあ、昔から僕思ってたんですけど、この食料保存庫じゃなくてこの収納ボックスね、収納ボックス台ってあるじゃないですか、これってぶっちゃけこの壁1枚分より高いんですよね。そう、ただこの、収納ボックス台よりも、容量がでっかい食料保存庫はこのちょうどね、ちょうど壁1枚分ぐらいなんですよ。なのでこんな感じで2段重ねてね、こう置くこともできるんですよ。まあ、ちょっと今適当に置きましたけど、だからなんていうんです、収納ボックスとしての性能で言うと食料保存庫の方が実はいいっていうね、そう、扱いやすさもねこっちの方いいので、ぶっちゃけここ最近序盤はもう食料保存庫の方がアイテムボックスとして使われてるっていうね。さあ、そんなこんな言いながらも食料保存庫を上に設置していくんですけど、ここでも一人称を使って、もうちょっと上かな、もうちょっと上の角度をつけて、この辺で、ああいいですね、はい、こう、この辺か、この辺 OK で、なるべく真ん中、はい、ああいいですね、はい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 、でまた天井を設置して OK で乗りまして、壁をひっくり返してから失礼、両開きのドア枠を設置しますと。すいませんね、なんか最近ね、なんかすごいくしゃみが出るんですよね、マジで。まあ確かにもともと僕はね鼻炎持ちなんであれなんですけど、季節の変わり目でっていうのもあるのかもしれないんですけど、さあどうでしょうか、これで、はい、階段下収納が完成しました。何回作るんだっていうまあ一回作ってたんですけどねっていうね話はあるんですけど、どうでしょう。あ、これはね、ぶっちゃけこの部分だけでも使えるかもしれない。まあ、ただね、この段差、ちょっと、このギャップがあるからこそできる技なんですけどね、これはね。そして、今度は、この内側に入ってね、このね、いかに、あ、ちょっと待って、もうそこ壊れてるから、ちょっとあんまり収納スペースっぽくなくなっちゃってるけど、ここですね。ここもね隙間があるので、この内側階段下、収納のここですね、ここもスペースがあるので、ここに収納ボックスを設置しておきます。正直ね、この収納ボックスぐらいだったら別にもうはしごはなくても、もう僕ぐらいになってくるともう感覚でね直線に綺麗に置けちゃうので、もうちょい奥でもいいかな、いやもうちょい手前にしてるか、この辺だな、こうしてここ、うん、アクセスもできるといいんじゃないでしょうか、はい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 。そしてで門を置くと、門ね、門なかったと思うんですけど恐竜門をもう置いちゃって OK です、はい、置きました。ぐらいかな。これでやっと追いついたんじゃないでしょうか。さあ、そして、やっとですね、ここで何をしていたかというとですね、まあ、先ほどの状態だとですね、まだここにね、こう窓があるぐらいで、この辺はのっぺりしていたので、対角線上に、この後ろ側も、ね、正面でやったように、このスリットをね、作ろうと、していたわけです。はい、なので一旦ここ全部いろいろ壊し取っ払ってます、はい、取っ払って先ほど多分ここ柱がなかったと思うんですけど、ちょっと一旦ねこの壁壊してここにね、柵の土台を設置して、
柱を設置しましたと。はい、でちょっと待ってくださいね。でただちょっと一旦この辺も壊しましょう。じゃあこの状態からいきましょうか。この状態で、まずはそこに、壁をね、これは OK、 同じラインだね。こっち側はもう埋めてもいいのかな、多分大丈夫、うん、そこはスリット関係ないからね。でこの状態でこれ壊します。で下の壁を設置し直します。で天井を張り直しますと。はい、でこうなりました。この状態で、ちょっと待ってくださいよ。この状態で傾斜の壁と張り替えますと。下、その下、それはさ、一旦それさ、天井なくして無理かって、と思うんだけどな。あー、ということは分かりました。これ一旦壊しますね。一旦壊しますね。最初から、これはここか ?OK。この状態で壁を設置して天井を設置すると。こちらは張り替え、あー、そこ違うな。そこ手前じゃないんですよ。ここなんですよ。そう。OK。これで、天井を伸ばして、ここね、収納ボックスさっき置いてましたよね。こうなりましたと。でここにね、これでギャップができてるので、このギャップを使って、正面で作ったスリットをね、後ろでも作りたいと思います。はい、でここで、この上の天井に柵の土台を置きますと。はい、そしたらここで、この、傾斜の壁の上に、あー、そこちょっとずれてる、もしかして。あー、なるほど。ちょっと待ってくださいね。ちょっと戻しますね。どうやらそこがおかしい。天井を張った状態じゃないと、こうですね。これでこの状態で張り替える。 OK。 そしてちょっとここドア枠にしとくか。ドア枠にして天井を設置して、フェンス土台、いや柵の土台で、この上に、あー、そこずれちゃうな。さあここは、まず一旦天井をここ張ります。はい、天井を設置します。そしてまあ、壁を設置するんですけど、内向きでね、こんな感じで設置しますと。はい、 OK かな。この状態で一旦上にドア枠を設置しておきましょうか。そうだね、ここまでかな。うん、ここまで伸ばしておいて、でがそこじゃない。あー、そうなっちゃうんだ。傾斜の壁と張り替えたいんですけど、そこがどうやらそれ、あー、天井がないからかな。そうですね、天井がなかったからですね。はい、この状態でこの下は、天井、また天井じゃない、壁を設置し直します。でもここも天井を設置して、
はい、ここまで来ました。はい、この状態ですね。そしたら、この今設置した天井に対して柵の土台を設置します。はい、柵の土台を設置します。そしたら、柱を設置していくんですけど、まずは両サイドから上まで設置していく。いいですね。はい、これで今度はこのドア枠を、あー、それ張り替わらないか、一旦左だけこんな感じにして内側に入って、それは上に壁がないと、こうね、この向きによってこの左と右がこうツンデレになる時あるんですよね、こんな感じで。なんでその左の君はそのなんか腫れてくれないのみたいな時があるんですけど、ダメですかそれ。でもそんなもう天井まで張ってこうエスコートしてるんですけど、ダメですかそれ。外からだったらどうですか。ダメですか。ダメですか。そんなにエスコートしてて、なぜその上はいけるんだ、なぜその下はダメなんだ、その違いがわからない僕には。こういうことは多々あります。一旦それさ、あー、そうだよね、例えばそこに天井があったらどうですか君。あー、張り替えられると、なぜだかは分かりません。なんでさ、そのさ、左の、違う、右の君はさ、天井なくてもいけるのに、その左の君はさ、その天井がないといけないわけ。それはもう謎。それ謎なんですよ。もうこの、多分、アーク2が来たとしても、誰も分からない。マジで。そして、まあね、この両サイドね、傾斜の壁が張れたら真ん中がね、柱が設置できるので、でここはまだダメだね。そこ、今ドア枠なので。君もツンデレだよね、それね。オッケー。じゃあ、ほら、上の子は、ほら、そっち腫れたよ。ダメかな？こう、さ、天井も張ってエスコートしてあげるから、ほら。それでもダメ？じゃあ、一回ちょっと壁になる。一回壁になったら、実は腫れるとかない？ダメか。それとも上の子がいるからもう嫌だみたいな？そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。じゃあ上も天井を設置してあげたらどうかな？天井あってさらに壁あったらどうかな？なんだったらもう外も、もう天井張っちゃう。よし。どうですか？外も天井張ってきましたけど。ダメか。じゃあ分かった。じゃあ、下の子はもう、それ柵の土台じゃなく、柵じゃない、傾斜の壁じゃなくていいので、ちょっともう下はもう壁と張り替えますね。一旦。あ、違う。いいか。一旦まあ、ここを、いや、窓にするんで、窓にしちゃいます、ここ。ここは、正面と同じで、ここ窓にするんですよ。ガラス。ここはガラス。で、一番下は、その段差がね、見えちゃうので、ここだけは、ただそれ、内側じゃないと設置できないっぽいので、頑張れ！あー、今あった！ここ！よし！ナイス！ここ！よーし！あー、いいですね！あー、いい！おしゃれ！あ、おしゃれ！ただ、そこですよ。あ！なぜ？なぜ今になってツンデレすぎるでしょ。なぜ今になって張り替えられるの。もうこれは謎です。もうこれは参考にならないんよ。みんなも頑張って、お機嫌を損ねないように設置してあげてください。はい、張り替えできました。機嫌をね、やっぱ損ねちゃうとああやってね、うまく張れないので、やっぱ機嫌を取ってあげないとダメ、建材のね。そう、あー、いいですね。あ、おしゃれですね。
いいんじゃないでしょうか。本当はね、ちょっと、もうちょっとこう、もうちょっとこう、こういう感じのジグザグにしたかったんですけど、まあ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 、いいでしょう。こことかね、いい感じに。あれ、なんでそっちそんな綺麗に収まっちゃってんのそれ。まだそんな君たちは。まあまあまあ、まあ逆にいいんだけどね、それは。それはそれでまたなんかこう、綺麗なスリットになってるから、いいっちゃいいんですけど、いい味を出してくれてるんですけど、それでは、待ってくださいね。階段を設置し直しましょう。じゃあ、ちっちゃいそれは木の階段だ。階段を設置し直して、あー、いいですね。この、またこの内側の感じもいいですね。この、登るときちょっとこう、外が見える。チラッチラッとこう見える感じがね。あー、いいですね。それはすごくいいですよ。